太平洋戦争が始まるまではあの別にあのアメリカ生まれだとか二世だとかっていうそういうことで周りからこう変に見られたりいじ,めれるいじめられるっていうことはありませんでしたただねあの真珠湾攻撃が始まって2日目の朝でしただから12月日本では12月20日だから12月10日僕は学校入って校舎の廊下で あの同級生とすれ違った時にね「おはよう」って言ったらね「おいアメリカのスパイ日本アメリカ帰れ」ってねいきなり言われたんですけどもう僕の小学校へ入ってすぐシナジ変編が始まりそして小学校6年で死んんですよねだからあのー、日本の風潮がもう軍国主義国家主義にもうすぐなだれを打っていく時ですから。 もう僕なんかもう間違いなく軍人になるってもうこれが僕の志望だしですよね。で陸軍士官学校を、まあ、受験していたんでもう入学直,直,直前になって終戦です。